はい、皆さんこんにちは、ガムシロです。ということで、死神続きをプレイしていきたいと思います。はい、前回がですね、泉くんを探して、泉くんを探してるのか、今が、で、今から急凍に行くところですかね。はい、じゃあ続きをプレイしていきたいと思います。会話からしていこう。泉くんが急凍にいるとは思えないが、もしかしてとっくの昔に帰ってるんじゃないのか。ということで、まあ書いてないとは思うんですけど、とりあえず退出します。そういえばガム君、君何か武器は持っとるのかね。武器？何せ幽霊を相手にするんだ。俺、お札とか聖水とかいろいろあるだろう。呪霊や悪魔払いの専門家はそうなのかもしれないが、俺は何も持っていない。ふむ、なんとも頼りないね。仕方ない、こいつを渡しておこう。校長が取り出したのは革製の鞘に収まった小さなナイフだった。中には絵にボタンの花が彫られた古びた銀のナイフが収まっている。骨董品としての価値はありそうだ。ただ刃は薄く、実用性は期待できない。このナイフはこの学校の創設者である祖父のコレクションの一つでな、魔除けとして使われていたそうだ。幽霊にも効くかもしれんぞ。準備がいいな校長。幽霊を信じてなかったのでは。万が一を考えたまでだよ。私は用意周到な男なんでね。ほら持っておきたまえ。この絵のナイフを手に入れた。くれぐれも粗末に扱わんでくれよ。祖父の形見分けの際、私が受け取った思い出の品なんだ。はい、ということで、じゃあとりあえず急凍行くか。キュッター、こっちか。ここの2棟の、校舎を結ぶ渡り廊下のようだ。だが周囲は闇に包まれていてよく見えない。この廊下と給湯は明かりがつかん。例の電気系統の問題のせいだな。実害はないからと放置しておったが、今となっては後悔しとる。校長はやれやれと肩をすくめた。調査は君の懐中電灯頼りだ。任せたぞ。どういう風な感じになるのかな。渡り廊下から外へと出る道がある。奥はグランドや時計塔の方へ、手前は中庭へと伸びている。渡り廊下の先に人影が立っている。誰？グー、クソ、頭が痛え。そこには一人の男子生徒がいた。悪態をつきながらか、苦しげに頭を押さえている。君は泉くんなのか。あ、呼びかけに反応し、視線がこちらを向く。そして小さくうなずいた。大丈夫かね、保健室で運ぼうか。放っておいてください。泉が苦しそうにうめき、黙り込む。口を聞くのもつらいようだ。だがこのままにはできない。どうしたものか。どうしよう。
え、普通にとりあえず事情聞こうか。なあ君、何があったんだ？どうしてこんな時間まで学校に？同僚、生徒会長の同僚も探していたぞ。君のことを心配していた。え？しびとのこと。しびとが呼んでいると、しびとが呼んでいる。君はそう言ってたそうだな。しびと、しびとですって。ええ、知ってますよ。ひひ。泉が君の悪い笑い声を上げる。正常な抑揚を失った妙に甲高い声だ。しびとはね、相手を見つけるために学校に紛れてやがるんだ。人間のふりをしたな。本物と見分けがつきませんよ。冗談をよしたまえ。君、あれはただの噂だ。バカげとる。事実なんですよ。それに俺はドイツがシビトか知ってるんだ。な、一体誰が。けどもう手遅れなんです。俺はミスった。シビトに嫌われちまった。ずっと頭の中で叫んでいる。死ね死ね死ねって声が。おい泉、どうして俺がこんな目に。クソクソクソ。泉はひどく混乱している。こちらの声が届いていないのか。頼む、落ち着いてくれ。君を助けるには君の協力が。うるせえうるせえうるせえ。もう時間がねえんだ俺には。まだ死にたくねえ。だから今度こそ音楽室で花子をぶっ倒す。泉は渡り廊下の奥、給湯の方向へかけていった。泉、え、どうなったんやか。お、音楽室って、まさか給湯の方の音楽室か。待ってくれ、給湯にも音楽室が。ああ、使われていないがね。泉の立っていたあたりに何か落ちている。これは拳につける武器、ナックルのようだ。泉の手にそんなものがついてなく、え？泉の手にそんなものはついてなかった。ポケットから落ちたのだろうか。彼はシビトに怯えていた。護身用だったのかもしれんな。ガム君、これも回収しておくかね。ああ、念のためにな。護身用ナックルを手に入れた。とりあえず進もうか。給湯の扉は開いている。どうしてあれ開いてるんだ。夕方に施錠したはずなのに。そんなこと今はどうでもいい。中へ入るぞ。給湯の構造は神道と似ている。だが雰囲気はまるで違った。壁はカビとホコリで汚れ、あちこちに蜘蛛の巣が張っている。ろくに掃除されていなければ、換気もされていないらしい。下本、空気が悪いな。扉は開けっぱなしにしておこう。ガム君任せたよ。入り口の扉へと手を伸ばす。ん？なんだ？なぜ開かない？そんなバカな。何の力を込めても扉は開かなかった。動かない。なんだこれは。まさか閉じ込められたのか。ガム君どうなってるんだ。わからない。だがいざとなれば蹴破るという手もある。今は泉を優先しよう校長。そうだな、わかった。音楽室は神道同様1階廊下の端だ。特別教室の位置は神道と給湯で同じなんだ。つまりすぐそばの扉か。はい、じゃあ他のとことか行かんでいいか。ああ、行かしてくれないんだ。給湯の音楽室はこの先だ。扉の向こうから声が聞こえる。ひっひー。
来るな、来るなよ。助けてくれ、助けて。おい、ガム君。行くぞ。扉を開けた瞬間目撃した光景はゴムホークスから浮き出る汚水が泉の左手を切断する光景だった。重力を無視してうねうねと空中を舞うゴムホース、そこから放たれる汚水のうちのようにしなった一撃、強烈な一撃。いくら水の勢いが強かろうと人体を切り落とすなんて不可能だ。ありえない、絶対に。しかしそれは目の前で起きている。迷っている暇はない、認めるしかない。この超常現象、霊障の起こした現実も、汚水とホースが勢いよくうねる。また一撃を放つつもりか。泉、何をしている。避けろ。こちらの叫びに反応し、泉は身を、なんだ、停止と。間一髪、汚水の一撃は彼から免れる。アンキョーラの泉は、こちらの扉を駆け抜け、音楽室を飛び出していった。彼を追うかのように、ホースも闇の中へ消える。何だったんだ今のは。わからない。だが考えてるの、考えるのは後だ。今は泉を。ん、なんだ、水滴の音。音楽室なのになぜ水が。うわ、校長の首に無数のホースが巻きつき釣り上げようとしている。ありえない。天井の暗がりのから伸びたホースが校長の首を捉え、まるで殺意を持った蛇のように校長の首を釣り上げている。助け、下法。くそ。このままでは校長の命が危険だ。一刻も早くホースを何とかしなければ。え？え？なあ、悪党は。バックにある道具を使えば何かできるかもしれない。バック？あ、ナイフか。え、これ、切るんじゃないの？これでどうだ。包丁を吊り上げているホースにナイフを当て、ホースを切ろうと試みる。どうだ。さすがにね。ノコギリを引く要領で少しずつナイフを切っていく。よし、いけそうだ。ホースは徐々に避けていき、ついに音を立てて切れた。続けて他のホースも順に切っていく。ちょうど最後の一本を切った瞬間、ナイフは真っ二つに折れてしまった。この世のナイフを失った。ああ、片身の品でしょ。でも後から何か言われんやんか。なんとか助かった。校長のホース、校長がホースの自爆から解放される。この選択は正解だったようだ。ああ、よかったよかった。
は全く経営不振でもないのに首をくくらされるところだったよ。おい、縁起でもないな。だが、怪我はなくて幸いだった。あは、昔から運はいい方なんでね。よし、なら泉の後を追おう。うわ。ガン君、床を見たまえ、血の跡だ。この大量の血は泉の手から流れたものだろう。音楽室から伸びた血痕は、給湯の入り口へとつながっている。そこには大きな血だまりがあった。扉にもべったりと血がついている。泉くんは外へ逃げようとしたんだ。しかし扉は開かなかった。今はどうだ。扉に力を込めると嘘のようにあっけなく開いた。校舎の外に、血の跡は見当たらない。やはり泉は逃げられなかった。この出血量だ。泉くんはもうおそらくもう。くっ。だがガン君、泉くんはどこへ行ったんだ。わからない、わからないが、手がかりがあるとすれば。そう言って廊下の先に目を向ける。暗闇の中、鮮血の跡が奥へと伸びていた。まあ普通に考えたらこれをたどっていく感じか。うわあ、女子トイレだな。この先は男子トイレだ。入るか。ふん。鏡にマーカーでうざいと書かれている。誰かへの悪口だろうか、人名は書かれていない。血ではないようだな。ふう。一番奥だな。これは便器の表面は黒く汚れている。全く掃除されていないようだ。給湯は使われておらんからね。どこもかしこも汚れておるよ。とりあえず個室は全部調べるか。お、これは薄いピンク色をしたハンカチが落ちている。上品なデザインをしたブランドものだ。端に NH のイニシャルが刺繍されている。あとハンカチにはインクの汚れがついていた。汚れからはかすかに刺激臭がする。これは酸性洗剤の匂いだな。トイレ用の洗剤に付着しているようだ。そこの落書きを消そうとしたのか。汚れたハンカチを手に入れた。これはマーカーで落書きしてある。何々ピアノ下手くそ、目立つなよ何々。効果引くな。名前の箇所はかすれて読みそうにない。新党の落書き同様こちらも悪口だ。こいつは誰かへのいじめだろうか。ピアノといえば行方不明の泉がピアノ弾きのようだが関係あるのか。他はないか。これは一緒か。ここは一緒だな。じゃあ覗くか。血の跡はこの個室に続いている。泉くんいるのかい。返事は返ってこなかった。彼はやはりもう。あげるぞ校長、いいな。校長からの返事はなかった。その代わり、呆然とした面持ちでロボットのようにこくりとうなずく。わあ、扉の取っ手に手をかけゆっくりと力を込める。おらんやん。血の跡は個室の中で途切れていた。だが泉の姿は見当たらない。わけがわからん。何なんだ。校長は涙まじりに情けない声を出す。この気持ちはよく理解できる。だが泣き言を吐いても仕方ない。調べてみよう、この女子トイレを。
ふむ。紫ついてかのような生々しい血の跡がある。おそらくホースに襲われた泉のものと思われる。この出血の量では彼はもう。便器の表面は黒く汚れている。全く掃除されていないようだ。何もねえな。出るか。あ、突然鋭い悲鳴が静寂を切り裂いた。何なんだ今の声は。廊下から聞こえたようだが。わあ、行くか。なんだこの音は。教室の廊下の方から何かきしむ音が聞こえてくる。あ、うわぁ、女の声が聞こえた。今にも消えそうなうつろなうめき声だ。行くか。歩いて行こう。怖いから。めくぐえ奥から来て。ああ、どこ調べても一緒なのか。なんかちょっとエロいな。そこには、あの少女、あ、同僚姫子がいた。何もかもが理解を超えた不自然な光景。汚水でびしょ濡れになった少女がゴムホースの胸に吊るされている。汚水とゴムホース、泉の時と同じだ。無数のゴムホースがくれくれと宙で踊る。その様子はさながら鎌首をもたげた獲物を威嚇する毒蛇だ。同僚の唇の隙間から苦しげな吐息が漏れた。そうだ、早く彼女を助けなければ。彼女を廊下へ下ろそうとゴムホースに手を伸ばす。するとホースは消え、彼女の体が床に落ちた。いや、消えたのはホースだけではない。彼女のシャツを濡らしていた汚水もいつの間にか消えていた。何の痕跡も残っていない。全ての現象が幻だったかのように。おい、大丈夫か。同僚の返事はない。気を失っているようだ。何だったんだ今のは。考えるの後だ。彼女を保健室に運ぶぞ。同僚を背負うと近くに落ちていた彼女のブレザーを回収する。そして校長と共に保健室に向かった。保健室へ着くと同僚をベッドに寝かせた。意識はないが呼吸は落ち着いている。これなら大丈夫だ、おそらく。校長、調査を再開しよう。まだ泉が見つかっていない。校長、すまない。いろいろと荒れすぎて頭がぼんやりしていた。辛いなら待っていてもいいが。いや、そういうわけにはいかない。私がこの学校を守らんとどうする。祖父に申し訳が立たんだろう。誰が見てもわかる作り笑いだ。学校の創設者である祖父への責任感だけが彼を動かしている。分かった、給湯へ向かおう。え、じゃあとりあえず出るか。給湯。
給湯か、行きたくないな。なあガム君、もう一度1階のトイレを調べてみないか。すでに調べ尽くしたと思うのか。けどまた泉君が見つ、けどまだ泉君が見つかっていない。血の跡はトイレにあるんだ。彼がいるならあそこ以外ありえん。校長がヒステリックに声を上げた。緊張で苛立っているのは明らかだ。心身ともに限界が近いのは間違いない。分かった。念のためにもう一度調べていこう。他に当てがあるわけでもないからな。泉の件？ん？捜索？東京都 H 市の近衛原学園では奇妙な騒動が起きていた。それは死人を名乗る謎の存在から死の予告状が届くというもの。予告状には殺害する標的と思しき宛名と、さらに死の執行人の名もあった。執行人の名前は花子。ゆえに学園の生徒たちは都市伝説の幽霊、トイレの花子が標的を殺すと噂しているという。死人の予告状が届いた後、実際に生徒の中に行方不明者が出ているが、警察は事件性がないものと して、介入していない。だが不穏な噂は学園をさらなる不安に陥れ、その筋の調査にふさわしいものとして自分が学園に招かれたという経緯だ。それが誰かのいたずらか、はたまた怪異の仕業なのか見極めなければならない。泉の捜索。行方のわからない泉という名の生徒を追っている。彼の名は確か音楽室の張り紙にあったと思う。泉は給湯の音楽室で遭遇した際ひどい傷を負っていて、その後再び行方不明になってしまった。残った泉の血痕を追って女子トイレにたどり着いたが、そこには赤い落書きと落とし物らしきハンカチがあった。泉は何かに怯え、その何かに襲われて逃げているように見えた。それは死人の予告状の内容とも関係していると思う。さらにあのトイレの状況を示す事実とは何か。それが分かればトイレの花子にも泉が襲われる理由にも近づけるのかもしれない。結婚の続く扉の先をもう一度調べてみなくては、ということで、とりあえず他のとこ行けないの？他のとこ行けないらしいの。トイレか。なんだこの水の音、一体どっから聞こえる。まあ多分3個目だろうな。よし、ここは一緒か。じゃあここだな。中では男子生徒が便座に座っていた。最悪やん。彼の目から束になって生えているのも、それは細いゴムホースだ。そこから止めどなくお水がこぼれている。水の音の正体はこれだった。眼球を失い、血に濡れた顔から元々の容姿を想像するのは難しい。だが、手がかりはある。彼の左手は、
手首から先がなかった。間違いない、泉敏子。限界まで開かれた口は泉の受けた苦痛を物語っている。おそらく生きている間にホースで内側から眼球を押し出されたのだろう。ただあの手首からの出血量だ。痛みと恐怖に苦しんだ時間はそう長くなかったと思われる。それだけが救いか。おいガミ君どうした、一体中に何が。おっ、校長は悲鳴を上げトイレから飛び出していった。恐怖が限界を超えてしまったのか。自分もショックで考えがまとまらない。一度女子トイレを出よう。保健室に戻って対策を練らないと。震える両足を動かして外へ向かう。出口か。なんだ、足が上がらない。足首に何か絡みついている。細くて弾力のある青色の物体。これはゴムホースだ。逃げくださない。鏡を見るとそこで何かが揺れている。これがトイレの花子か。これはなんだ、人なのか。濡れたワイシャツに赤い釣りスカート、そこから露出する黒ずんだ手足か。絶えず左右に揺れている。それはまるで首を吊った死体のようだ。ぐ、これがトイレの花子か。足から腰へ、胸へ、首へ、ホースが這い上がってくる。え？うわ。体の自由を奪われ、口さえ動かせない。このままではなすすべもなく殺される。くそ、こんなところで。かろうじて動かせたのは、片方の腕だけか。アクト1、落書きがひどい。書いたやつ殺す。彼女の口からこぼれた言葉は怒りに満ちていた。どうやら彼女は鏡の落書きをこちらが書いていると思っている。放送の締め付けが強まる。このままで締め殺される。バックにあるものを使えば助かる方法があるかもしれない。え、ハンカチ消すんじゃない。え、落書きを拭き取る。はい、やってみるか。バッグから汚れたハンカチを出し、鏡の落書きへ手を伸ばした。ハンカチが落書きを拭き取れば誤解が解けるかもしれない。ハンカチを鏡へと伸ばす。そして鏡のうざいの文字にハンカチをこすりつけた。肩を縛るホースがわずかに緩んだ。これで誤解が解けたのか。落書きを消したことで俺がひどい人物ではないと彼女に伝わったのかもしれない。この選択は正解だったようだ。いずれにしてもこれでもう少し腕の自由を動かせそうだ。腕を自由にか、動かせそうだ。いじめないとは何だ。もしやこの少女生前にいじめられていたのか。誰、わからない。私誰、今度は私誰と言ったのか。誰。ああ、
再び叫び声を上げる。なんでこっちは食らう。ホースの締め付けが強くなる。ぐ、今度は何だ。少女は自分が誰か分からず苛立っているようだ。ならば今度はそれを伝える必要があるのかもしれない。でもマーカーでしょ。花子じゃない。これでどうだ。赤いマーカーを持って手を伸ばし鏡に花子と書こうとした。コースの高速に抗うように渾身の力でマーカーに鏡に近づける。なんとかペンの先が鏡に届き、手首をわずかに動かし文字を書けた。花子、これがお前の名前のはずだ。少女の視線がこちらの鏡にの赤文字に映る。私違う。私違うってもう分かったんじゃん自分で。誰もうどういうことだ。お前はトイレの花子ではないのか。もう選択は不正解のような。それまこれ、そしてトイレにあった落書き、少女を知る手がかりはどこかにあったはずだ。どこかにあった。赤い花子。赤いか。これでどうだ。赤いマーカーを使って腕を伸ばし、鏡に赤いと書こうとした。ホースの結束に抗うように今週の力でマーカーを鏡に近づける。なんとかペンの先が鏡に届き、手首をわずかに動かして文字を書けた。赤い。赤い花子、その名前はピアノ、その名前は音楽室の張り紙にピアノ奏者として書かれた女子の名。同僚の口にしたトイレの花子、それがトイレの花子ではなくトイレの花子だとしたら、そしていじめられていた少女が赤い花子だったとしたら、私の名前、ホースによる結束が解かれた。自分の名前を思い出してくれたか。あなた違う。少女の姿は闇の中へ溶けるように消えた。自分を取り戻したトイレの花子が許してくれたということなのだろうか。この選択は正解だったようだ。ああよかった。これはトイレの花子が気配トイレの花子の気配が失せるとともに、女子トイレの様子は一変した。ホースも血の跡もきれいに消えていた。まるで何もなかったかのように。まさか。いつもの死体がある奥の個室へと駆け寄った。中には誰もいなかった。ホースや汚水も残っていない。同僚姫子がホースに襲われた後と同じだ。すべては夢だった。そう思えてくる。これで事件の証拠はなくなった。残ったのは泉俊彦という生徒が消えたという事実だけだ。きっと警察は彼を
年間で数万人いる行方不明者の一人として扱うだろう。最初の予告状の犠牲者と同じように。警察には手に負えない事件だとすれば、俺は今はまず保健室に戻ろう。逃げた校長もそこにいるかもしれない。事件を追うのか追わないのか決めるのはその後でいい。花子の正体、給湯女子トイレで人間技ではない方法で殺された泉の無残な死体を発見した。その直後、殺意に満ちた少女の霊に遭遇。その姿は、都市伝説のトイレの花子さながら、それが予告状である花子だと思われた。花子の襲撃を切り抜けると、彼女の名前、生前の名前が赤い花子と判明。花子は正しくは花子なのだ。花子との遭遇を得て、彼女が生前何らかのいじめにあっていた可能性が浮上している。もしかすると、花子が怪異化した、原因はいじめや泉の死に隠されているのかもしれない。もう完全に泉にいじめられとったってことやろ多分。だが殺されたらしい泉の死体は跡形もなく消え去った。以前遭遇したあの事件、あの怪事件の時のように、また恐怖の日々が始まりそうだ。ああ、死因ね。Q で、保健室へ移動できるようになりました。Q。ああ、はいはいはい。保健室に戻ると、予想通り、校長がいる。ベッドに横たわる同僚と話している。彼に話しかけて報告するとしよう。ガム君戻ってきたか。さっきはそのすまなかった。あまりの光景に驚いてな。気がついたら走り出していたんだ。そうか。そうそう、同僚君の意識が戻ったよ。君のことは伝えておいた。君が命の恩人だということもな。ほら同僚君、ガム君にお礼を言いなさい。タムさん、ありがとうございます。体調はもう大丈夫なのか。なんとか。あの、泉くんは。それは、校長はまだ話していないの。いない。校長はまだ話していないようだ。生徒のメンタルの配慮だろう。だが、同僚に尋ねたいことがある事実をごまかすわけにはいかない。わかった。今夜、俺が体験したことを全て話そう。以上だ。きっと信じられないだろう。でも信じてもらうしかない。そんな泉くんが殺された。どれをそれだけ言うと黙り込んでしまう。凶悪な、幽霊を相手に生き延びるとは大したもんだよガム君。正直うさんくさい男だと思っていたが、君に頼んだの正解だったよ。助かったよ。校長がこちらに向かって微笑微笑するか、微笑む。だがその笑みは頼りなく弱々しい。泉くんは死人の予告通りに殺された。沈黙していた同僚がぼつりとつぶやく。死人の正体に興味を持ったら死人に睨まれて殺される。やっぱりその噂は本当だったんですね。同僚は小刻みに震えていた。生徒会の仲間の死がショックなのか、それとも死人が恐ろしいのか。震える同僚に対し、安心させようとせなダメやろ。この学校に何かがいるのは事実だ。でも今は心配しなくていい。ここには俺と校長がいる。はい、お気遣いありがとうございます。失礼します。誰？かわいい。間延びした声の後、一人の少女が入ってきた。少女は髪を真っ白に染めている。これが許されるとは自由な校風だ。見つけた。ここにいたんだね、姫ちゃん。泉のやつはいたの？
めちゃんどうしたの？おい、君、名前は？絹川美智子。生徒会の副会長で姫ちゃんの友達です。絹川君に動力。もういい時間だ、早く帰りたまえ。泉君のことは私たちが何とかしておく。わかりました、帰りましょう美智子。はーい。どうやらこのまま解散の流れらしい。校長も同僚もこの絹川という生徒に今夜のことを知られたくないのだろう。二人は車で送る年を万一があってはご両親に申し訳ない。あ、それなら心配無用です。私も姫ちゃんも寮住まいなんで学校から歩いて1分ですよ。あ、でも門限破ってるから寮長に雷落とされそう。そうか、なら私が一歩入れておこう。くれぐれも気をつけて帰るんだぞ。では失礼します、校長先生。ガムさん、同僚は深々と頭を下げた後、絹川と共に出て行った。ガム君、君も疲れてるだろう。今日は帰りたまえ。事件について追って連絡する。校長、今は一人にしてくれ、頼む。絹川美智穂。今夜はもう帰ろう。車は正面近くの正門近くの駐車場に停めてある。特別棟から外に出ると早い。すでに扉は施錠されてしまっていた。1階中央の下駄箱に向かおう。そこなら開いてるかもしれない。っていうか、短い人生、恋の一つでもしなきゃ損って思いますよ私は。声かわいいな。絹川美智穂、白い髪が特徴のマイペースな少女。この江原学園通う2年生、同僚姫子の友人で、生徒会の副会長を務めている。のんびりした雰囲気で周囲を和やかにするムードメーカー。虫が好きなのか、虫をあしらったアクセサリー身をつけている。ゆるく見えるが頭の回転が速く、意外にも霊感が強い。じゃあ帰りますか。なんだこの紙切れ、先ほど通った時はなかった。紙に赤い文字で短文が書かれていた。まれびとへ、渡り廊下で待っています親愛なる死人。え、これは客人、あ、まれびととは俺のことか。死人が俺を、死人は渡り廊下で待つといい。行けば死人の正体が追えるかもしれない。だがそれは死地へ赴くに等しい。今なら恐怖に背を向け逃げられる。そこにある下駄箱の出口から外に出るだけだ。恐怖に挑むべきか、背を背けるべきか、それが問題だというわけだ。ならば俺は、え、自分で選ぶんだ。いや、行ってみよう。どうなるんだろう。なんかあったら嫌やけど、まあ大丈夫か。死んだら死んだ時や。ゆっくり行こう。わ、食らった。なんだこの鐘の音は。頭が。え、なに。奇妙な人影が闇の中に立っている。ひょろりと細長い体、その上に乗った不自然に大きな頭。まさか、あれが死人。この笑い声、死人のものなのか。自分を見て笑っている。
ただじっと見られているだけで体温が奪われていく感覚。まずい、このままでは。早く逃げないと。ダメだ、恐怖で足が。早く逃げろや。お、おらんくなった。死人が消えた。助かったのか。いやー、助かってなかった。後ろに何かいる。今日よき人捕らえ、今日をよき人選び、ちぎりを交わしましょう。すれ散っていく意識の中、ひび割れた声が頭に響く。いつまでも会いますこと、会いますこと、誓い申し上げますこと。何を言って、愛しき人よ。何これ、はっ。なんか噛んでいいって、ダメに決まっとやん。なんで終わったん。はい、じゃあ、セーブしていきます。はい、ということで、まあ一章が終わったんで、ちょうどいいのでここで終わりにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と、あとコメント欄にコメントをくれると嬉しいです。あと TikTok と X もやってるので、そちらもフォローしてくれると嬉しいです。はい、じゃあこれで失礼します。さよなら。